はい、それではですね、棺かご、みゆちゃんの登場でございます。まあ、監視カメラでね、監視してはいたものの、みんな連れ去られてしまいまして、一人だけ無事だった雛崎みゆがですね、幽霊を探しに再び山の中に入ります。ちょっと昨晩打ち上げで大騒ぎしすぎたせいで喉が、喉が痛くてですね、声がガラガラです。はい、この格好のミュウちゃんを操作するのは初めてですね。ミュウちゃんケツ出てますね、本当にね。ユーリもすごかったけど、この子も大概ですな。セクシー全開ですけども、やっていきましょう。さてさて、あれはそうですね、みゆちゃん特有の能力です。スロー撮影、シャッターボタンを押し続けている間、霊力を消費して霊の動きを増やすことができます。前にあったですね、霊石塔だったっけな、に近いのかな。ゆっくりになります。で、マトリック撮影の、今回はこの能力がこの子にはあります。なので単純にユーリちゃんよりも強い能力を持ってるんだな。持ってるなしな。なんかあったっけかな。まあ腐ったもんね。ひなさき家ですからね。ひなさきといえば、ゼロのワンの主人公、ひなさきみくちゃんの娘さん。そしてまあ3にも出てきましたね。なわけですからもう。03シリーズの主人公ですからね。いっぱいアイテムありますね。今回は手が出てきませんね。アイテム補充タイムでしょうか。アイテムなんですけども、そのミッションの間では持ち越ししません。ミッション始まるときに基本値を持たされます。で、取ったものは終わった後に生産されますね。なので、使いすぎたからといって気にせずですね、遊んでいただければと思うわけです。ナイスナイスセーブ。最近はですね、その こちらのゼロは YouTube でしか投稿してないんですけども、あのニコニコ動画と YouTube 両方の動画投稿を使っておりましてですね、お尻が気になるな。で、最近ではこのゼロもそうですけども、 YouTube の方しかガッチマンを知らないという方も最近増えてきたみたいで、本当にありがたいことなんですが、まあ動画サイトと片方にとらわれずね、両方とも見ていただけると嬉しいですね。両方ともそれぞれの良さがありますので。さあ、そしたら、さっき奥へ入ってまいります。今日はちょっと喉がガラガラなんでね。多分建物の中に入ったか。いや、いつ見てもすごい格好してますね、あの子も。はい、建物を逸れてきましたね。多分彼岸湖ん？そんな名前だったっけ？そんな名前の、またお前か、めんどくさ。いや、お前が殺したんだ。動きをちょっと止めてみましょうか。ちょっとタイミングと合わなかったか。ここですね。タイミング合わないもんですな。
動きを止めてから広いところに逃げましょうか。また後ろが来た。タイミング合いませんでしたね。すごい威力じゃないですか。一撃で半分ぐらい持ってかみましたね。なんという攻撃力、恐るべし。巫女さんですね、巫女さんに振られた腹いせに皆殺しにしたというとんでもないやつですね。あんま不要にする意味はないかな。まあまとめたいときにやるといいんでしょうけど、まだ体力半分あります。ちょっと威力の高い攻撃でぶち込みましょうか。あれ入ってない。さっきジャストタイミングが合いませんね。あ、かなり減ったね。今度こそジャストを狙いたい。ちょっと下がりつつ、ここだ、もらった、ラッシュラッシュ。ん、残したか。なんてしぶてえ野郎だ。あ、しまった。あ、燃えてる燃えてる。いけ、それ当たり判定あるんだっけ。そこにも当たり判定がありましたね。おじいちゃん、さあそれではユーリちゃん探してみましょう。ちょっとすいません、お茶を失礼します。いやー、お茶が美味しい。ここはそうですね、割とこの足場が取られてしまうところで非常に時間がかかるところなんですけども、ある程度ぶっちぎってしまった方が早いかもしれないですね。霊をド無視して、そんなに速度が出ないのかね。多分アイテムも無視して、多分ここら辺で敵出てきますけども。あ、お母さん、お母さん、あ、救助式持ってない、お母さんの幻影を見ましたね。ミクちゃん、ミクちゃん、お、何か落ちてますよ。お母さんの原因があったけど先へ進めないと。何でしょう。私は行きます。ごめんなさい、許して。短い。うん、今はユーリちゃんを探そう。おお、あ、消えちゃった。彼岸花がいっぱいですね。彼岸花、あ、まんじゅうさげですね。まあお彼岸の時期に生えてくるやつですけども、よく墓場とかにですね生えてて、なんか不吉な意味があるみたいなこと言って、なんていうのかな。まあ本当は詳しい意味があるんでしょうけども。私が小さい頃おばあちゃんに教えてもらったのは、その墓から生えてきてる彼岸花は絶対抜いてはいけないと。真っ赤に染まったその色はですね、下に埋まってる死者の血でできてるみたいな話を聞いて、非常に怖いこっちなんだことを教えてもらったことありましたけども、
そんなわけあるかいと思うけど、そういう怖い話をですね。おお、どうした、そんなうのだれてどうした。ああ、首つり女か。めんどくさいんだよな。止めて縛りましょう。あ、縛り入んなかった。あ、気持ちが悪いけどブランコ的に楽しそうですね。この動き、トキか。何してんだよ。早く来いや。よし。よし。ちょっとポイントいただきましょう。まあ見とってもらいながら、お。ここで首を吊った人もいるんでしょうね。私は行きますか。さあ、さらに奥へ進んでいきます。手元のマップを見ながらですね、こちらかな。ここは非常に入り組んでますね。非常にコースが難しい。こんなに墓が水没してしまってかわいそうに。アイテムをシカトしていきます。いきます。待って、どうもユリちゃんも導かれるように、またお前が導かれるようにですね、奥へ進んでったみたいですね。録音もできないんだよな。ひゅー、すごい勢い減るな。できないけど落ち込みます。しぶしちょっと早かったな。もうちょっと、よし、これをやったかい。違うもの、違うもの見ちゃった。いや、コーチです。今回のパート、ここがすごい難しいんだよ。さあ、大間が教員、大間井昆布ってありましたね。大間が、大間が時、同じ光栄テクモさんですけど、陶器伝やりましたね。面白かったね、あれ。陶器伝、また君たちか。くっ、逃げたか。お、ラッキー、3人、シャッターチャンス。ここじゃね？あ、しぶとい。3人が重なった時が最高のシャッターチャンス。ここ3人じゃないけど、まあいいや。謎の女の格子、
やれなかったか。あ、もう一品。よし、寄ってくる女の子を倒したので、あと走り回っていく。早いな。ここだ。被写体は多い方がいい。お前の足なんてスローにかかれば余裕さ。子供騙したな。子供だけどね。そしてらこっちだっけ。違う方行っちゃったよ。ゆりちゃん、ゆりちゃんはどこだ。あ、こんなとこあったっけ。こっちですね。前回だから、前々回だから、箱の中でですね戦った方です。おばあちゃんです。昔はセクシーだったかもしれないですけどね。柱がついえる、そして黄泉があふれる、なんか意味深なこと言ってます。柱がないと大変なことになるって話をしてましたからね。つまりそういうことだと思います。あら大変。ひそかさんと同じ状況です。そうですね、倒せない敵ですね。ここなんですけどめっちゃ難しいです。あの大瀬さんにですね、当たってしまうと即死なんですけども、いやらしいタイミングで目の前にパッと出てきます。今みたいにですね。で、一応念のためにですね、鏡石石をですね、大量に持ってきたので何回かぶつかっても大丈夫です。ユニちゃんの走り方が可愛い。ケツを追っかける。さあひたすら走りましょう。あぶね。ほらこのタイミング見ました。超初見殺し。一応持ってたので大丈夫ですけども、あれを回避するのはすごく大変です。一回立ち止まっておびき寄せてから取り抜けなきゃ本当はいけません。
そういえばユーリちゃんの写真をお持ちとるの初めてですね。ちょっと一回、お尻とか取れんの？すごいえぐいな。このカメラのこう、あ、眩しかった？よし、ありがとう。この水の感じがまた良いですね。咲いてしまいそうです、何かが。さあ、では戻りましょう。いつまでもそんなことしてられないですからね。気のせいか、なんか光ったように見えたけど。戻りましょう、小塚田さん。テンション低いですね。ありがとう。あなたも怖いはずよ、一人で残されるのが。はい、そうですね、お互いのですね、心の傷みたいなものですね、お互いの心を読み合うことによって、少しずつ分かってきたと。で、二人の心の距離は少し近づいたなんてますね。確かにミュウは、もう多分生まれた時から幽霊が見えるので、幽霊が見えること自体は怖いことではない。ただお母さんがいなくなってしまったということもあって、一人になるのが怖いと。まあ幽霊の場合は逆にその一回死にかけた時にですね、両親が死んだ時、生き残っちゃった時に幽霊が見えるようになってしまった、まあ、それが大きな心をですね壊すというか、閉ざしてしまう原因だったんですが、お互いにそういう苦手なものがあるということですね。なんていうのかな、まあ、お互いのね弱点というかね、そういうのをこう理解し合うというのはいいことだと思います。はい、ということで、こちらミッションクリアでございます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。